はい、ということで今日は、誰にも来てもらってないんですけど、どうも皆さんこんにちは、ブスです。ブス代表。今日はね、まあ、何よりあれっすね、はい、まあ、今日は西暦2024年の7月の28日の日ですね。今日は何を隠そう、まあ、僕の予定の日なんですよ。まず東京行くんですけど、今日はね、登録者数1万人超えの、まあ、有名のアトガナイズさんとバナイズさんの動画に移るといったポジションで東京競馬場に行ってきます。あ、僕は実際買わないですよ、馬券は。まあ、買っちゃダメなんでね、中学生なんで、中2なんで。うん、中2になりました。だって、どこどこ始めた時、小5よ。小5よ。ねえ。早いでしょ。3年。はぁ、3週か。早いねぇ。すいません。で、まあ、まあ、話しとれちゃったんですけど、で、それでまあ、今から行くんですけど、今ね、朝の AM7 時。確認しとけよ、ごめん。40分だね、ちょうど。なんで、もうすぐ出なきゃいけないんですよ。だから、12時集合なので、さっさと行きますね。行きまんこ。持つものは、このスマホ、できればこの動画だけでも充電使いたくないぐらいなんですよ。マジで。で、このタオル、まあこれ洗濯してないから汚いかもしれないですけど。で、そしたら、充電器は、どうしよう、車の長いさ。で、3DS と、ホッパー1ですね、まあ。です。まあ母親の車から充電器も。テレレレ。本日のルートは高崎駅から新幹線で大宮駅まで行き、そこからこのようなルートです。今ね、10時超えたところかな。周りからの目が怖い。で今南浦和駅についてここからいろいろ乗り換えて行くんですけど。でさっき高崎駅行ったり大宮行ったりしたんだけど、まあ、今新幹線で高崎から大宮まで行ってて、あの電車で大宮から南浦和まで来たと。ここからね、いろいろ追加追加やばい。このサコッシュぶち壊れてるから、すいません、すいません。そんな日もあるさ。ブバイ河原駅ですね、今。ですね、バカなことをしまして、2回乗り過ごすという。まず、なんか、駅をいろいろ行ったり来たりしました。乗り過ごしまくってた。もう俺、縦画面じゃん。編集で横にするけどめんどくせえ。さっき動画縦画面になっちゃったんじゃん。そうだ。よし。出ますね。ソードフォーム。俺、三条。ここから、と、次の、まあ、なんか乗り過ごしたせいで5分で行けたんですけど、今11時6分ぐらいなんで、次の電車24分なんで、それまで待ちます。どうするかな。ここか。ここが後がないその世界か。映しとくだけ映しとくか。やはりこの世界も俺に取られたかってないってか。今日情報解禁されたからやっと言えよ、角屋使ってたこと。いや、このネタバレ注意ってつけたけど、あれ言ってよかったんかな。今それ考えてる。ネタバレ注意ってつければよかったんかな、別に言っても。まああれだもんね、あの株価と特撮好き、まあ、あのルネ岩田さんも言ってたから大丈夫だよね。まあでもとりあえず今からパドックってところ集合らしいの、12時で。今何時だ。11時48分とかそのぐらいなんで。
ギャロチュー、ギャギャギャのギャギャギャのギャロチュー。緊張とパニック、ほんとなんか手汗きた。今さ CM でさ、緊張すると私汗をかくんです、手に汗をかくんです、それを諦めないで医者来てくれてありがとうみたいな、あのクマの CM あるじゃん、それみたいな。喋る勇気もない、もう喋るエネルギーがない。パドック、あれパドックなのか、ここマジでパドックないんだけど、え、パドックどこ、マジでは、ここって言ってなかったっけ。え、なくね、いねえじゃん。で、それで今、アトガナイズのインスタ見たり、お母さんに問い合わせたりして調べたんですけど、まあこれ、インスタではこの逆のあっち、あっち側にいるかもしれないってとこ、なんか、ディケイドのライダー対戦のあそこみたいなの、なんかすごい。東京ドームシティ初めて見た時ぐらい感動した。あとし、僕もダム。ダムとかあんま行かないから、おこちダム行ってこいかな、遠いんだよな。苦労してきたものすべて水縄にするな。無理だろう。ねえ。死ぬぞ、これ。何も買ってないよ、だって、これ。Wi-Fi 繋げねえよ。マジで。えぐいかもしれない。違うね。え、嘘でしょ、嘘でしょ。あれかな、発見したかもしれない、もしかしたらあれかもしれない。あ、いないな、いないな、いないな。あ、すいません、あのパドックってどこですかね。あ、すいません、あのパドックがないんですけど、さっきから探しててパドックってどこですかね。あ、すごい、あの回してるんですけど、あの回してた、回してんか、でも回してた。あのやっほー、ちょっとあのアイルトンモカのジュン、アツタ、リョウを待ってたんです。ちげえ、全然ちげえよ、全然ちげえよ。マツさんだけはそう、マツさんだけはそう。あ、そうなんですか。うお、どうした。いやなんかすげえな、そこら辺にチャリ止めてくわけ。群馬だ、群馬から来たんだね。チャリで来た、群馬からチャリで来た。そうでしょ、ガチで。はい、あのプライベートジェットで。すげえな。だから何時に出たらいいみたいな。お前でさ、このヘルメットで。え、今日、はい、競馬はやるんだよね、中2だけど。疲
まりますよ。真面目だった。そこは真面目だった。普通に炎上するんで。なんかあの宮迫の後ろに並びたくないんで僕。やぼうよ。うわぁ。なんでカズナギが一番乗りなんだ。しかも競馬やんねえ。やんねえのに。向上心高え。来たぁ、カズナギ。やばいね。おもろい。中人のおもろい。ね。いや昨日、うん、やったんですよ。おお、何を？だから何を？あ、オナニーね。はい。うん、であのオナニーして、うん、であの今日あの僕あのオナニーイコール儀式なんで、うん、だからあのいろいろ整理整頓してからオナニーした後にちゃんと終わったよっていう印をつける必要があるので、だいたいあの3時間ぐらいかかるんですよ。あ、オナニー。込み込みで。はい。でなのであのなんかそのオナニーを今日は。我慢してきました。我慢すんの。オナニーするとやっぱ遅刻しちゃうもんね。まあ、遅刻しますよ。あの学校何回か遅刻してるんですよ。朝オナすんな。あ、ちなみにあの遅刻。いや、怒れよ。遅刻回数、あの、中1だけで63回行ってるんで。全部オナニー。何なんだよ。で、この前塾で偏差値測ったら28だったんですよ。あんま言わない方がいいのに。言いふらさない方がいい。絶対競馬予想だけはしさせないよ。絶対当たんないもん。いやいや、カズナ、今から俺が12時から撮影し始めるから、はい、お前、出たい？出たいっすね。オッケー。じゃあまあ、だけど、そんな、うん、あの、あれよ、たくさん映れるか分かんないけどね。はい、中2として。うん、で、やってなきゃいいもんね。別に入る分にはここ、なんでもオッケーだから。はい、あの、立花さんみたいな感じで。ああ、そう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 。あ、うらっ、オープン。まあ気になってると思うんですけど、まあこのチャンネルにですね、アトガナイズさん目当てで来てくれた皆様、本当に申し訳ございません。ここまでとなっております。はい。あのアトガナイズさんの出番はこのここだけです。シーンはあとは全部僕の旅のシーンですね。すいません、6分待たしちゃってすいませんって話なんですけど、まあこの続きが気になるナーカーチャンネルファンいないと思うんだけど、まあファンの皆様はいたとしたらね、アトガナイズさん見てください。概要欄に貼っとき貼っておきますのでお願いします。あとあのまあ宣伝とかは特にないんで、はい、これで終わりになります。はい、もしよし。丸にしたやつは丸はしたやつは右手丸にしたやつは俺持ってあげようか。せーの、バイバイセコありがとうございます。いい、はい。大丈夫です、本当に。ありがとうね。はい。あいつかもしれない。予想系無理。バイバイセコしたい。おい。じゃバイバイセコしてもらっていいですか。いいよ。はい。やるよ。はい。せーの、バイバイセコ。大きくなるよ。やっぱり首曲げるんですね、こうやっていつも。まあそうね、はい。首は曲げるね、かっこいいから。うん、なんかあの、ビエで見たような。じゃあ、あったくない。気をつけてね、マジ。気をつけてね、ありがとうございます。マジありがとう。はい。頑張れよ、頑張れ。じゃあ、あの、また後であの DM するんで。うん。はい。バイバイ。はい。それだな。はい。何度だよ。こっから帰るのか。きついな、こっから。いやどうするかな、充電ないし。上野まで行くかな。上野まで行くか。こっから行くのってむずいな。ここから帰るまでちょっと生配信しよっかな、インスタとかで。で、まあ、結果はですね、あのアトガナイズのチャンネルをねチェックしていただければいいなと思いますけど、まあもちろん URL 概要欄に貼っておきますので、そこから飛んでみてください。で、夏休みも満足だよ。ついな、こっから。いやどうするかな、充電ないし。
上野まで行くかな。上野まで行くか。ここから帰るまでちょっと生配信しよっかな、インスタとかで。で、まあ、結果はですね、あのアトガナイズのチャンネルをねチェックしていただければいいなと思いますけど、まあ、もちろん URL 概要欄に貼っておきますので、そこから飛んでみてください。で、それでですよ、まあね、東京競馬場ってメガレンジャーのロケに使われてた、結構メガレンジャー第3話のね、メガレンジャー見てないけど、だから今長い道のりを歩いて、今から上野駅行って新幹線で帰ろうかなと思います。なのでちょっとルート調べますね。充電もないですけど、そうそう、だって普通に終わったかもしれないんだけど、なんか籠原でこれは終わりですっていうところに入っちゃったね。マジでどうしよう、駅員さんに連絡するのが一番いいよな。いや、もう終わった、マジで。マジか、まあ、本当に終わったかもしれない。あと、もう車両行こう、とりあえず。やばい、ほらだってさ、こういうのも消えてるんだよ。この車両籠原で終わりですって言われて、で時間が19時45分から発車しますって言われて、なんかちょっと時間と違うなと思ったんだけど、なんかそれでなんかパッて見たら、俺本当に焦ってる今。やばい、ワイヤレスイヤホンでイワシマンの動画見てたんだけど、それどころじゃなくなったかもしれない。すいません、マジで。もう嘘でしょ、どっから止まらないのかな。嘘だろ、ちょっと待ってよね、マジで終わった。やだ、もう死ぬじゃん。普通に埋まったのかもしれない。俺はマジで今日死んだ。助けて誰か、もうやなんだ。待って、ちょっと待って、誰かに連絡できるよね。ごめんなさい、ちょっと待ってください、ちょっと。本当に申し訳ないです、マジで。マジで終わったかもしれない。いや、マジでやめて、もうやだ、本当に。もうやだ、マジで。あ、すいません。はい、あのこの車両って今、あのあれですか、あの離れた車両ですよね。はい、離れた車両です。乗っちゃったんですけど、どうすればいいんですかね。じゃあそのままちょっとそこで待っててもらえますか。あ、すいません、ありがとうございます。これで止めたら振って向かいますんで。はい、はい、ありがとうございます、ごめんなさい。はい、で何時ぐらいになりますかね。今これで行くんで10分ぐらいしたらこっち行きます。ありがとうございます、すいません、ごめんなさい。もうやったわ、マジで。岩島の動画。そして無事高崎まで帰ることが。ということで風呂上がりなんですけど、ちょっとね服着てないから映せないのね。だからちょっとこの状態で提供するわ。今日はねちょっとこの状態で提供するんだけど、うん、ごめんね。まあね、一応言うと帰ってきました。現在時刻がごめん、あんま裸見えないです。22時31分です。で、まあ帰ってきましたと。で、まあ風呂上がったんですけど、まあ去って出て、まあ、カチュワンフィーンって感じなんですけど、はい。まあね、いろいろありましたけど帰ってきました。で、買ったものとすれば、デラックス25本。どさくさに紛れました。で、デラックス、パンチングミゴチゾーとライドキミトリカですね。まあ、合計5000円ぐらいですね。まあ、許してください。あと、トデカミンとかオロナミン C とかコカ・コーラとか途中で買ったりしました。ということで、さよなら。